はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にゾーンエナジーゼロを混ぜて飲んでみました。まあゾーンがですね、どういう味だったか、普通のゾーンがですね、どういう味だったかちょっと覚えてないんですが、非常に美味しいエナジードリンクになっております。見た目がなんだか青色紫色でかっこよくていいですね。僕の中二心も刺激されますね。ついでに僕の黒歴史も思い出されますが、それは考えないようにします。こんなかっこいいデザインの中に素晴らしいエナジードリンクが入っておりまして、炭酸は若干強めですね。甘さはほどほどっていう感じです。まあもちろん甘いですけれども甘すぎるということではないですね。で味は一般的なエナジードリンクと同じような味わいだと思います。レッドブルとかとそんなに味は変わらないかなと思います。まあどのエナジードリンクもですね、まあ僕は正直そんなに違いがよくわからないんですが、まあ美味しいということには間違いありません。生卵10個との相性はグーでして、生卵が非常に飲みやすくなっておりますので、ぜひ皆さんも試してみてください。なんだか7月と8月は節電が要求されるそうですね。まあもうますます僕は土日は図書館に行くことになるんだろうなと思います。 YouTube が将来収益化できたらですね、思う存分エアコンが使えるようなそういう生活がしたいなと思ってる次第でございます。でもまあ原発がどうなるかはちょっとわからないですけれども、基本的に人類の歴史っていうのは技術革新の歴史だと思うんですね。なので原発とか風力発電ですとか太陽光ですとか、まあ今の最先端は太陽光なんでしょうけれども、また新しい技術革新が起きて将来的には電気代はどんどん下がっていくんじゃないかなと思うんですよね。まあニュースとかネットメディアと方ではですね、悪いニュースばっかり流れてきてて世の中は悪くなってるんじゃないかと思う方もおられると思うんですが、ファクトフルネスっていう有名な本がですね、まあ、カッパしたように世の中というかですね、世界は明らかに良くなってるんですよね。どう考えても、まあ、格差は広がってるかもしれないですけども、人類全体の平均からしたら明らかに生活水準は上がってるわけですよ。ですから将来ですね、 AI が仕事を奪うだとか、まあいろいろ言われてますけれども、まあ飢え死にすることはないんだろうと思うんですよ。生きていくのに必要なカロリーぐらいはですね、まあエリートの皆さんは分けてくれるんじゃないかなと、まあ勝手に期待しているわけでございます。まあ人道上の観点からしても、もうお前は何のスキルもないんだから、もう飢え死にしなさいとはやっぱ言えないと思いますからね。なのでまあそんなにね、将来のことを悲観して生きてもしょうがないですし、やっぱりこう前向きに将来のことを明るく考えて生きた方が人生楽しいですからね。人生楽しんだもん勝ちですから、今日も楽しく過ごそうかなと思います。現場からは以上です。